今年の我が子の命日は静かに過ごすことにしました。当時12歳だった松尾裕樹くんと7歳だった弟の正樹くん。2時間止まったままで、苦しみと悲しみのは今もなお続いている状態で、まだ小学校6年生と小学校1年生という幼い子供で、親としての役割が全くこう果たせていない。2021年11月19日の深夜、兵庫県稲美町で裕樹くんと正樹くんが住む家に火が放たれ、二人とも死亡しました。放火と殺人の罪で起訴された叔父の松尾留与被告は、裁判で妹夫婦、つまり兄弟の両親への恨みを口にしました。あいつらに精神的苦痛を与えるためにやった。松尾被告は無断で同居していた妹家族の部屋に入ったり、冷蔵庫にある兄弟の弁当を食べたりしたため、妹夫婦が室内にカメラを設置。嫌悪感を抱いた松尾被告は、妹夫婦が不在の時に家にガソリンをまいて犯行に及びました。カメラには亡くなる直前の兄弟の様子が記録されていました。野球が大好きだった二人。両親は焼け残ったわずかな形見を大切に飾っています。ユキの実際使ってたグローフで、そこにあってたんで、このグローフは助かったよ。薄すっとかやっぱり残ってて。これがまさきのね、使ってたグローフ。思い出の品は燃えても、子供たちでおれば再びそう思い出をこしらえることができる。でも子供はもう二度と帰ってこない。どうして僕らにね、恨みがあった。なんで子供たちじゃなくて僕たちにそういうことしなかったのか。検察側が死刑を求刑する一方、神戸地裁姫路支部が言い渡した判決は懲役30年。親族間のトラブルが背景にあり、被告の軽度知的障害の影響も否定できないなどと事情が考慮されました。検察側は判決を不服として控訴しましたが、遺族を二重に苦しめる出来事も。給付金で3分の2減額した親族のために、親族あるために3分の2。国が犯罪被害者に支給する給付金は、被害者が子どもの場合最低320万円ですが、加害者が親族であることを理由に3分の1に減額。両親は関係は破綻していたと訴え、決定の取り消しを求め民事裁判を起こしています。まあ、そもそも親族感ということだけでちょっと違和感を感じる。苦しみはもうそんな親族感関係なし、大事な子供を奪われた、命を奪われた被害者に、もう親族も何も関係ないと。家族で毎年出かけた花火大会、この場所にみんなで来ることはもう二度と叶わなくなりました。来るたびにまだね、その辺にゆきとまさきいるんじゃないかな、いうのがね、動くとこあります。そこでね、しなぎをねしたいと思います。事件から3年、二重の苦しみを抱えながら続く遺族の戦い。刑事裁判の控訴審は来月17日に始まります。悔しいです。子供たちに対してこういう判決出たいことは今も報告はしてない。ちゃんとしたね、判決が出るまでは多分子供たちも納得いかないし、これからも戦うつもりでいいので。